こんにちは、カブくんです。今日はですね、羽生結弦世界選手権でネイサン・チェン、宇野選手に勝つ方法についてお話ししていこうと思います。要は、羽生選手が今大会の世界選手権で、優勝する方法ですね、これについて分析の方をしていきたいと思います。はい。で、大きく、見ますと、この3つかと思います。ショートプログラムで大きな貯金を作る、4回転アクセルを回避する、ブラニアン・オーサーの言うことをよく聞く、この3つですね。はい。それでは順番に解説の方をしていきます。まず、ショートプログラムで大きな貯金を作るですね。で、羽生選手ね、ショートプログラム得意な傾向があります。で、ネイサン・チェンはですね、どちらかといったら、ショートプログラムが苦手なんですね。なので、そういった、得意のショートプログラムでネイサン・チェンよりも高い得点が出れば、高い点数を獲得することができれば、フリーに向けてかなり自信につながるんじゃないかなっていうところを考えています。はい。これは過去のピョンチャンオリンピックの時にはね、他の大会でもそうでしたけども、ネイサン・チェンはですね、羽生選手はネイサン・チェンよりも、難易度の高いジャンプで持っていないのにもかかわらず、ショートプログラムで羽生君の方がね、ネイサン・チェンよりも高い得点を出すことができるんですね。つまり、今できる最高の技術的な要素っていうのを見ますと、ネイサン・チェンの方がですね、羽生君よりも難しいジャンプをたくさん持ってるんですけども、難しいジャンプ、そして、点数の高いジャンプっていうのをたくさんできるんですけども、それでもですね、ショートプログラム、たとえね、4回転ルッツ、4回転フリップっていう難しいジャンプをネイサン・チェンが挑戦してもですね、羽生君の方が得点の上ではネイサン・チェンよりも高い得点を出すことができるっていうところでですね、羽生君の方が、ショートプログラム、得意というね、そういった印象があるかと思います。なので、そういったショートプログラムで、ネイサン・チェンよりも高い得点を、いかにね、貯金を作るかっていうところが、勝負の大きなポイントになってくるかと思います。で、一方で、フリースケーティングになると、こういった技術の差がですね、点数として際立ってきると。きますので、そういった意味で羽生君としてはね、いかにショートプログラムでネイサン・チェンよりも、高い得点を出せるかですね、これが大きな勝利への鍵になるんじゃないかなというふうに考えますね。はい。ですので、ショートプログラムでは、今できるジャンプを確実に決めて、高い出来栄え点をたくさんゲットするっていうことはですね、フリースケーティングの自信につながるんじゃないかなというふうに思います。はい。先ほども言いましたけども、ネイサン・チェンはですね、どちらかといったらショートプログラムが苦手意識っていうのがあると思いますので、そういった意味で、このショートプログラム、いかに点差をつけられるか、ここがですね、見どころになるんではないかというふうに思いますね。はい。続いて2つ目、4回転アクセルを回避するということですね。はい。こちら、これから今ね、今、羽生選手、おそらく練習中かとも思いますけども、過去にもですね、難しいジャンプをすごいトライしまくってて、怪我とかをしてしまって、あるいは、迷いがね、出てしまってですね、試合に集中できなくなってしまって、難しいジャンプどころか、簡単なジャンプにも、ミスが出てしまうというね、そういったことがあったんですね。なので、今もちろん、4回転アクセルへの挑戦をして成功すればね、今ある羽生結弦をね、自分が超えていくっていうのはできるんですけども、ネイサン・チェンはね、今世界選手権で、倒すっていうことに集中するのであれば、ある意味4回転アクセルを回避して、今できるジャンプに集中するっていうところも作戦としてはありかというふうに考えますね。はい。4回転アクセルを入れることによってですね、試合で4回転アクセルを入れるっていうのはですね、プログラム中で他のジャンプが乱れてしまう恐れっていうのは、これ十分にあるんですね。で、ただ単にね、一つだけ4回転アクセルをやるっていうんだったら別に、ジャンプの試合だけだったら別にいいんですけども、フィギュアスケート、お察しの通りですね、ジャンプ以外にもスピン、ステップというね、いろんな技がありますね。で、そういった技をたくさんやるためにはですね、体力を温存しておかなければいけないんですね。で、4回転アクセルやってしまうとですね、4回転アクセルに対する、なんていうんですかね、プレッシャーとかね、あるいは精神力、精神的に疲れてしまうっていうのがね、あるし、物理的に、体力ですね、体が疲れてしまうっていうのが、4回転アクセルを挑戦することで、疲れが早く出てきてしまうっていうことがありますので、他のジャンプが乱れてしまう恐れっていうのがあるんですね。だから、そういった意味で、4回転アクセルを逆に入れないで、他のジャンプですね、一つ一つの技をきれいに決めて、いかにね、それがですね、基礎点が
低いジャンプでもですね、一つ一つの技をきれいに決めて、高い出来栄え点、GOE をコツコツと積み重ねた方が最終的に、非常に高い得点まで積み上げることができますから、まあ、極めて、難しいジャンプで、失敗するリスクの大きい4回転アクセルを無理に挑戦するよりは、今できるジャンプを確実に決める方がですね、世界選手権で、世界選手権で金メダルを取りやすいんじゃないかなっていうふうに、分析しますね。はい。まあ確かにね、まあ、羽生君としてはですね、羽生選手自身としてはですね、夢は北京オリンピックでの3連覇だと思うんですね。はい。まあソチオリンピック、ピョンチャンとね、金取ってますからね、北京オリンピックでの、次の北京での、金メダルっていうところを目指してると思うので、そういった意味でね、まあ今後のためにですね、一番大きな世界選手権という大きな舞台で4回転アクセルを挑戦して体を慣らしておきたいっていう、そういった気持ちもわからなくもないんですね。まあなので、そういった意味でね、それを考えた時にですね、まあ今大会ネイサン・チェンを倒す構成にするのかということと、羽生結弦が羽生結弦を超えていくような挑戦をするのか、この2つのせめぎ合いっていうところが大きな見どころになるんじゃないかというふうに思います。まあつまりネイサン・チェンを倒す構成、例えばっていうのはですね、まあ今言ったような4回転アクセルを回避して、安全策、まあ挑戦をするっていうよりは、今できるジャンプですね、安全策をとって一つ一つの技をきれいに決めて、まあネイサン・チェンを確実に倒す構成にするのかっていうことと、まあネイサン・チェンを倒すことはできない、あるいはまあ宇野君とかにもね、やられてしまう可能性があるっていうような大きなリスクを背負ってでも、まあ4回転アクセルを挑戦する、そして、羽生選手がですね、羽生結弦を超えていくような、そんな挑戦をするっていうところです。そちらのこの2つ、これと、このね、せめぎ合い、この2つのせめぎ合いが、まあ、大きな世界選手権での見どころになるんじゃないかというふうに思います。はい。では3つ目、ブライアン・オーサーの言うことをよく聞くですね。はい、こちらはですね、ブライアン・オーサーは右の方なんですけども、羽生選手の、先生ですね。はい。まあ、羽生選手以前からですね、このブライアン・オーサーとの、噛み合いっていうのが合わなかったことが結構多かったんですね。で、羽生選手が、まあ、ブライアン・オーサーと、まあ、うまくいっていない時とかね、不満不平がね、あって、6にですね、羽生君が先生の話を聞かないで、挑んだ試合ではですね、精彩を欠いてしまったっていうことは結構多かったですね、過去の試合から見てね。はい。なので、もしね、羽生選手が世界選手権でネイサン・チェンをはじめとする強豪に勝ちたいのであれば、まあ、4回転アクセル云々っていうよりも、まずはコーチであるブライアン・オーサーの言うことっていうのをよく聞き、試合直前のブライアン・オーサーとの関係を良くしていくことが、肝心かというふうに思います。まあ、これは僕もですね、自分でなんかそのこだわりのジャンプがあったりとかしてね、まあいろいろ挑戦したりとか、スピンとかのポジションとかね、自分の好きなポジションとかに持っていきたいっていう気持ちがあって、まあ先生の言うことをね、聞きたくないっていうこともあったんですね。なんだけども、そういう時って、なんか悩んじゃうわけなんですよ。先生の言うことを聞いた方がいいのか、それとも自分の、そのこだわりのジャンプとかを挑戦した方がいいのかって悩むわけなんですね。で、この悩みがですね、実は一番試合に大きな影響っていうのを与えるんですね。だから、まあそういった意味で、まあ自分のこだわりっていうのはね、あえて捨てて、まあブライアン・オーサーの言うことだけに集中して、その言うことをですね、しっかりと試合で発揮することができるっていうふうに、姿勢っていうのを傾ければですね、自然と悩みとか不満不平とかはない状態で、安心した状態で試合に臨むこともできると思うんで、まあ、ブライアン・オーサー、コーチであるブライアン・オーサーの言うことをしっかり聞くということは重要かというふうに思いますね。はい。まあ、よりね、試合に集中することのできる環境を整えることがですね、まあ、ネイサン・チェンをはじめとする強豪に勝つことができる大きな鍵になると思いますので、まあ、いかにね、試合直前に向けて悩みを解消することができるか、ここがですね、勝負の分かれ目になるのではないかと分析してますね。はい。以上になります。では、まとめていきますね。
羽生選手、前代未聞の世界選手権、つまりネイサン・チェンがですね、非常に、これまでにない大すごい、ね、レベルを上げてフィジカルトレーニングをしたりとかね、ダンスのレッスンをかなりやったりとかしてですね、技術だけではなくて表現力の方も非常に上げていると、そういった状態、過去にないくらいのめちゃくちゃ強いパフォーマンスで、今年来てますから、前代未聞の世界選手権になるんじゃないかというふうに分析してます。はい。で、四大陸選手権ネイサン・チェン出場しなかったんで、ちょっと内訳とか作戦がよく分からなかったんですけども、体力をかなり温存しているものというふうに見られます。はい。一方で羽生くん、ちょっとね、生命に変えてからもですね、プログラ、あの、なかなかね、いい演技っていうのができていない状態なんですね。ですから、そういった、難しいか、あの状態でですね、この世界選手権、どのような作戦で挑むか、ここが注目かなというふうに思いますね。はい。この、逆境にですね、羽生選手、逆境に強いっていうのがありますので、世界選手権でね、ものすごいパフォーマンスを発揮するっていうことも考えられますので、そういった点注目していくといいと思いますね。はい。なので、今日お話しした内容、3つの内容をまとめますと、今日はですね、羽生結弦選手、世界選手権でネイサン・チェンとかね、宇野くんとかの強豪に勝つための方法についてお話ししました。ショートプログラムで大きな貯金をつく、羽生くんはですね、ショートプログラムがフリースケーティングよりも得意という傾向がありますので、このショートプログラムでいかにね、大きな貯金を作るかっていうところがポイントかと思います。はい。今年ね、ネイサン・チェン、ショートプログラムでね、4回転ルッツ、4回転トーループですね。はい。やってるんですけども、ぶっちゃけ羽生君よりもですね、難しい技で、ショートプログラム構成してるんですけども、それでもですね、羽生君は、ネイサン・チェンの、世界記録っていうのをまた超えたりしてるんですね。つまり、羽生君の方が、一つ一つの出来栄え点、GOE っていうのを高く取れることができるとかね、あるいは表現力の面で高い点数が取れるっていうね、濃密な演技ができるっていう証拠なんで、いかにね、その濃密なショートプログラムで大きな貯金を作るっていうところがですね、ポイントになるかっていうところがわかるかなというふうに思います。だからまず最初の前半のショートプログラム、ここでネイサン・チェンを大きく離すことができれば、フリースケーティング、後半のフリースケーティングに向けて、自信になるんじゃないかなというふうに見てますね。はい。で、2つ目、4回転アクセルを回避するっていうことですね。世界選手権で勝つためには4回転アクセルが必要っていうね、こともね、なくはないんですけども、でも4回転アクセルって非常に大きなリスクなんですね。4回転アクセル単独だけだったら別にいいんですけども、単独だけでももちろん難しいんですけども、単独だけだったらまだしもですね、フィギュアスケートっていうのは、先ほども言いましたけども、いろんな技をやらなければいけないんで、体力をですね、4回転アクセルやった後に温存してなければいけないんですね。でもこの難しい技をやってしまうと、精神的に体力的に疲れてしまうっていうね、そういった傾向がありますので、4回転アクセルって非常にリスクが大きいんですね。それよりも、今できるジャンプですね、今できる簡単なジャンプ、簡単って言いましたけどもね、羽生君ができる4回転サルコーとか4回転トーループとかね、トリプルアクセルとか、そっちをね、綺麗に決めて高い GOE、高い出来栄え点を取って、積み上げていく方がですね、ネイサン・チェンを倒しやすいんじゃないかなっていうふうにも考えたりできますね。はい。で、3つ目、こちら、実はね、一番大事かと思いますけども、コーチ、ブライアン・オーサーの言うことをね、よく聞くっていうところですね。やっぱり試合に向けて悩みっていうのがあるとですね、それがパフォーマンスに影響が出ることっていうのは全然あったりします。なので、そういった意味ではですね、もうここまで来てしまったらですね、ブライアン・オーサー先生の言うことをしっかり聞いて、悩み、試合に向けて、試合直前に向けて、その悩み、不安要素っていうのを取り除いた方がですね、もしかするとネイサン・チェンに勝ちやすい構成、ネイサン・チェンに勝ちやすいのかなというところを見てますね。はい。こんな感じになります。今日はですね、羽生君、世界選手権でネイサン・チェンら強豪に勝つための方法について解説しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。